どうもレンジです。今回なんですけど、ポストマンの UR 賞ついに来ましたね。こちらね、無料分当てに行きたいと思うんですけど、前回ねホリックのね神髄ね、今回無料連でねなんと2個当たったんですよ。ちょっと動画にできなくてすごく残念だったんだけど、まあちょっとねノリに乗ってるということなのでね、はい。でダイスも、まあ、400個あったんですけど、はい、まあちょっとね200個ほど使いまして、だいたいこのね、まあ、300個ぐらい、このダイスをさらに回して、このね貯めたダイスを回して無料分回収して、ポストマンチャレンジします。まあなんで残したかっていうのもね説明しますと、ね、この神髄コラボ神髄がね、このシーズン中に終わると、この散らばってるね、神髄たちがね、このポストマンの神髄に変わると、はい、コラボの神髄が廃止されてね変わったりもするので、まあちょっとそれも兼ねてね、あえて残しました。さあ行くぜ。まあポストマンね、クリスマスの限定衣装ってことでね、まあここね意外になんだろう、本当に好きな人じゃないと回さないイメージなので、まあここでね1個でもちょっとぶち当てることができたらね、まあレア衣装を獲得できると。うん、さあ行くぜ。なんとか欲しいね。そう、前回ねホリックのね動画撮ればよかったっていうね、ちょっとなんか最近そのポケモンカードのねサブチャンネルを、まあ、開設して、インスタの方でもねちょっとリールで載せてて、そっちに手をかけてたらこっちのねメインがおろそかになってしまったっていう、はい、そんな所存なので、ぜひね気になる方はね、サブチャンやインスタフォローしてください。さあ行くぜ。いやでも無料連で SSR2 つ出るのはマジで激アツやね、本当に最高だった。まあ UR はちょっと難しかったんだけどね。そう、まあレンジ君たまに UR 衣装もね1個無料で出たりもするから、まあちょっとそこもね期待なんですけど、まあでも個人的にぶっちゃけると、まあちょっと今回の存在どっちでもいいな。うん、本当に当たっても当たんなくてもどっちでもいいかなっていう感じかな。 SSR もまあ使うキャラはいないんで、はい、まあそれよりか他のねエモートとかさ、まあなんかそっちが欲しいですね。よし、いいよ。まあ回収はねガンガンで、今日だよね確か、今日本日にクリスマスの情報がね、7時だっけな解禁されるので、はい、まあ夜は少し予定があるので、まあちょっとそれが終わったら動画にしようかな。うん、まとめ動画出すのぜひ見てってください。いやーちょっとねどんな情報が来るんだろうね。まあ新衣装みたいなの書いてたから、まあそれ関連だとは思いますけど、うん、多分新衣装と、まあ新ステージとかも来るんかな、もしかしたら。ちょっとそこら辺も楽しみだよね。さあ、巨毛の傑作衣装だ。巨毛の傑作衣装と次の COA だね。もうか。もうそんな時期か。あとコラボ情報も来るらしい。はい。巨毛の傑作、もしかしたら骨董賞とか、もしかしたらペルソナ復刻とかね。ワンチャンありますよね。限定のコラボ衣装とかね。いやーもしこれでね過去のコラボ復刻来るとしたらやばいね。最近ちょっと第五人格ねちょっと停滞気味なのかな、アプリとしては。中国の方は人気なんだろうけど、まあちょっと新規の層もね取り込んで、ちょっとそこら辺ねコラボ復刻とかも楽しみですよね。まあ本日の19時から始まるみたいです。YouTube ライブかな？うん。あと旧正月の限定衣装も発表されるっぽいですね。まあ今年はピエロだったよね、確か。ね、ピエロだったり空軍とかね、限定衣装ありますよね。うん。どれもいいですよね。さあ、ね、何が来るんだろうな、今回。まあ、もしかしたら骨董賞かもしれないんだよね。中国のね、ウェイボっていうサイトの方で骨董賞の画像が出てるんで、いや、骨
当の LR 衣装とか着たらえぐいだろうな。ね、とんでもないことになりそう。可愛いし、まあ巨毛の傑作はね相当高いんでね、はい、余裕がないとやね。まあガンガン回していく。いいよ、ジングルちゃんも無料でもらえたからね。でしかも今回の SSR の一等公開、一生公開誌もかけられてゲットできたからね、優しいよね最近。ジングルちゃん無料は激アツですよ、ほんとさすがにね。さあまあね、こうやってダイスを進めるのはすごく長い道のりなんだけど、ガチャを回すのはもう一瞬なんでね。うん、え、もう終わりっつって、だから課金したくなっちゃうよな。そうね、でもやっぱ最近第5に課金してないな。ちょっとフルゴも今スルーしてるし、うん、まあ応援団はさすがに課金したけど、ね、いやーちょっと楽しみですね今日。内容によってはね、また第5人格繰り返す感じもするし、第5離れがなんか多いのかな。よーしよー、お、ゲットできました、ナイス。自由を求めて、前アントニオもね、まあ今シーズンまだあると思うけど、まあ、欲しい方もね無料でゲットしたいですね、しっかりダイス回して。さあ残り40個、よーし、ここまで来たぞ。まあ1500マス以上やってるから、まあちょいちょいは回してるけど、俺も最近あんま第5やってないんだよね。結構みんなやってますか第5進化。最近はね、ほんとマルチしか行ってないな。ランク1もちょっと行かなくなっちゃったな。ね、なんか目標とかがないと離れちゃうイメージ。さあ残り23個、よーし、結構溜まったんじゃないか今回。さ、コラボ神髄がない分ね、落ちてる神髄も2つだから、よーし、いいよー、残り13個。まあ限定者なんでね、本当に後悔ないようにゲットしたいですね。相当溜まったんじゃないのマジで。まあよし、 OK、 また目の前に落ちてるぜ。がっつり溜まんで、がっつり、いいよー。さらにこれを振っていく、オッケー、いいね、ナイス。さあ、お、36連も溜まってる。しかもこっちも36なんだけど、これは次回にしようかな。待って、一応内容見ておくと、ポスマン UR、 うん、あーでもすごいね、羽が豪華やね、すごいすごい、さすが UR 一緒だ。おお、あ、背中えぐいな、うん、かわいい。まあ、ちょっとね、SSR っぽいとこもあるんかなとか思ったけど、まあ意外にね、豪華だよね、やっぱさすがに。いいですね。画家と、タコ、弁護人のなんかクリスマス衣装、保険理士だって。心眼トナカ、え、クリスマス衣装なのか、今回みんな。え、めっちゃ欲しいんだけど。泣き虫、患者、心理、え、おお、え、教授マウやって。アニーちゃんとか、まあ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 、ノーマルのやつも、まあまあ仕込まれてるけど、マジか。でもちょっと教授マウ欲しいな、めちゃめちゃ。いくぜ。では、36年、無料分いきます。本。まあ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 。まあ、さすがにね。教授のマウ欲しいな。教授マウ出ないか。いくぜ。ハリーンだって。よし、いきます。来い。わあ、さすがにか、さすがに来ないよね。またお、よし、アニータスは嬉しい。アニータス可愛いけど、ハリンもいいっしょねえ。もうラスト10連いくぜ、早すぎ、来い。がー、くそ。まあ前回のホリック神髄がね良すぎて、で、あー可愛い、え、
目ん玉から人参飛び出てるし、何これ、ねえ、すごいな、泣き虫かわいいよ、クリスマスよ。でしかも右足が素足なんだけど、え、痛そう。いやーローはいいでしょ。お、ナイス、教授いいね、教授早く SSR 出せよなマジで。よーし、まあまあ教授マウいいね、まあ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 教授マウ出たし、まあいい方か。うーん、渋いね渋い。おー、シンガンちゃんの衣装、え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、この普通にさ、このレア衣装嬉しくないですか。え、豪華なんだけど、クリスマスね、ヘレナといったらね、あの太ももじゃなくてね、ふくらはぎが太いんですよ。これかわいいよね。うん、あ、なんとか、こんな感じの結果で終わりました。うん、全然、まあ今回は僕は課金、霊感使わないでもいいかな。まあ、出た結果としては SSR 当たんなかったんですけど、まあちょっと教授マウがゲットできたから、まあいいかなって感じですかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんち。